校舎には醤油の甘辛い香りが充満しています。皆さん盛り上がってますか？玉野商工の前身、玉野商業高校が開校したのは1957年4月20日。その4年後から生徒同士親睦を深めてもらおうと、毎年開校記念日にすき焼きパーティーが行われていましたが、新型コロナの影響で2020年以降中止となっていました。すき焼きの調理はほとんどの生徒が初めて。鍋を見ると調理手順も様々です。作り方わからん。大丈夫？いけます、大丈夫。なんとかなる。なんでその確信はどっから来るわけ？肉さえ焼ければ体に支障はない。なるほど。野菜は生でも食べれる。そうそうそう。肉は市内で精肉店を営む卒業生が県産和牛のもも肉をおよそ3割引きで提供しています。すき焼きめちゃくちゃ美味しい。玉野商工も最高。他のやっぱ学校と違ってこういうイベントがあるとその友達関係とかがけじけてめっちゃいいと思います。学校の卒業生でもある先生は、開校記念日といったらこのすき焼きパーティーがセットなので、やっぱりいろんな感染症のことを考えるとできないもどかしさっていうのはあったんですけど、こうやって子どもたちがすごく笑顔で本当に楽しそうにしているのを見ると、ああよかったなと本当に思います。夏を思わせる日差しの中、すき焼きを頬張る生徒280人の顔は汗と笑顔で溢れていました。うまい。